皆さんこんにちは、るりこです。私はただいま北海道のエゾハウスさんに宿泊しております。今日はですね、早朝から雲海を見に行ってこようと思います。ただいま朝の6時です。これからですね、エゾハウスのオーナーさん専務と一緒に雲海を見に行きます。といってもね、雲海は必ずしも見えるものとは限らないので、行ってみて見えるかどうかは本当運次第なんですけど、今日はね、いろいろ条件が揃っている日みたいなので、前日に明日雲海見に行こうって行き込んで朝早く起きた次第です。見えるかな。私ここで雲海見れるって知らなかったんですよ。雲海っていうとこう阿蘇っていうイメージはあるんですけど、あ、こっちの方でも雲海あるんだと思ってね。雲海とその星空っていうのがね、人気のコンテンツみたいですよ。さあ、エゾハウスからだいたい15分ぐらい走ったところかな。今美幌峠というところに入っていきます。この山頂から雲海が見れたら最高な景色が見れるそうなので、どうかな。いざ雲海チャレンジ。いやー、霧がすごい。ちょっと真っ白です。これはもしや霧で見えないパターンか。すごい。雲の中ですね。はい、ただいま津別峠に入ってきてます。道幅はさっきの美幌峠に比べると狭めなのでね、あとは端っこに苔が生えてるから気をつけないと。あー怖い。下が緑なのは怖いよ。わー、霧が出てきましたよ。おー、でもなんか日が出てきてますよ。お、いいんじゃないこれは。めっちゃ晴れとる。全部神々しい。さあ、まもなく津別峠展望台でございます。見えるかな雲海。はい、というわけで今津別峠にやってきました。ここで雲海を見れるか、上に登ってみたいと思います。え、これ全部雲ですか。雲海です。こんな白いの。美幌峠がようやく晴れて。あれが美幌峠。うん、あのなんか、うん、塔みたいな。いきなりなんか格好が変わってますが、今からですね、なんとカヌー体験をしていきたいと思います。はい、ここはプライベートビーチだそうです。ここが屈斜路湖なんですけど、ここでカヌーがやると最高なんですって。で、バーのイサム先生に教わりながらカヌー体験をしていきます。で、もう一個前行って、で座って、で目指すはあそこね、あの岬、あそこ上に、はい、じゃあ、これで行きましょう。ボンボヤージュ。めっちゃ最高じゃないの。カヌー日和じゃん。インストラクターさんやってたんですか。何もやってない。流れてる川の上に。うん、排水とかのね、工場頑張って、あの向こうを見てみようかな。これなんかコースも何も決めてない。ねえ、何も知らないだけなんですよ。おかげはいいし、はい、それではですね、これからイベントがありますので、イベントに向けて洗車をしたいと思います。
よし、じゃあ向かいますか。エゾハウスさんありがとうございました。私がエゾハウスさん泊まるのは実は昨日が最後でした。お世話になりました。さあそれではですね、先ほどイベントと言っていたんですけど、実は今回北海道に来た一番の目的はこのイベントのためです。私がね今回宿泊させてもらったエゾハウスさんと、これから向かっていく宿泊施設のコソーさんのオーナーさんたちがですね、今回このライダーにとってとってもいい街の弟子屈町を盛り上げようということで、一緒にイベントをさせていただくというような形になってます。でこれから行くコソーさんは今ねまさしく新しく作っている最中のところで、もともとはクッシャロコソーっていう名前の宿泊施設今もやっているんですけど、そこをねこれからどん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 新しくしていくそうで、オーナーさんもですねバリバリのバイク乗りの方なので、ライダーがこう宿泊施設にあったら嬉しいものとかいろいろ考えていて、大きなガレージを今作っているんですけど、今回そこがイベント会場なんですが、今回のイベントは事前告知とかギリギリだったんですよ。本当3日前ぐらい、いろいろ試作段階なのでたくさん集まりすぎちゃってもっていう感じなので、いきなりの告知になっちゃったんですけど、まあ、それなんでねどれぐらいのお客さんが来てくれるかってねドキドキなんですけど、誰も来なかったらどうしようこれから来年もこう定例化していけたらいいねという言っている段階なので、まあ、今回はね第1弾ということで、皆さんいろんな協力しながらねこのイベントを作成していただいているので、私自身もすっごく楽しみです。あ、このイベント用に3型のハヤブサを展示していただいてます。わかりやすい。でこちらが宿泊施設ですね。みんな設営をしてくださってます。ございます。今日は日曜日の朝です。イベントが終了して翌日なんですが、今日はですねちょっとシークレットイベントで、昨日のイベントに来てくださったお客さんに午前中一緒に走りましょうっていうツーリング企画が実はございました。で早速ね集まってくださった皆さんと一緒に美幌峠まで走っていきたいと思います。おー綺麗。あれ晴れた美幌峠来るの初？あれなんか雰囲気ヴィーナスラインとかにすごい似てますね。いやしかし皆さんのバイクかっこいい。おっ、めっちゃ綺麗。昨日来た時真っ白だったからな。いやこんないい天気の時に皆さんと走れてほんとよかった。うわめっちゃ綺麗。やばうわすごいもうライダーさんも多いから楽しいや走ってて。あ、ここ頂上だね。やっぱりこれやね。
なんだろう、嬉しいような嬉しくないような、なんだろうこの気持ち。高速来てこれ。ありがとうございます。はい、行ってきます。わー、楽しかったイベント。やばい、めっちゃ寂しい、一人だ。あー、泣きそう。いや、なんか皆さん応援してますっていっぱい声かけてくれて、私の方こそ皆さんから元気をいただいてるので、私も元気もらいました。ありがとうございました。また一人に戻っちゃうけど、一人は一人でね、切り替えて楽しんでいきましょう。はい、美幌峠過ぎて北見の方に向かって走っているところです。北海道らしい景色だね。もうやっぱりこっちの方来ると気温が全然違う。暑い、今30度ぐらいみたい。北海道でも結構暑いんだね。待って、ひまわりがある。ちょっとたまたま通った道でひまわりがあるからやってみようかな。めっちゃ可愛いんだけど、ひまわり、ひまわりだ。よいしょ。おお、なんだかいいスポットを見つけました。はい、綺麗なひまわり畑です。ちょうどね、今満開の時にたまたま来れました。で、ちょっといつもだったらね、写真を撮るんですけど忘れちゃっていろいろ、たまたま通りがかった人に写真撮っていただきました。ありがとうございます。ここは網走を走っています。目的地まであとちょっとです。よし、目的地に着きました。おお、めっちゃいい道じゃん。気持ちいい。はい、私は今ノートリ岬っていうところに来てみました。わあ、気持ちいい。もうライダーいるね。よいしょ、到着。岬でした。さっき間違えてノートリって言ってたんですけど、ノトロ岬でした。はい、ノトロ岬灯台です。すごい静か、全然人もいないからのんびり楽しめます。あと本当に何もないんですけど、あ、そういうのもいいよね。白い。おお、本当に白い。これ味あるんですか？あの、別格で甘いです。食べるとき大丈夫。じゃけんぽい。よし！よし！一本！
あ、いえ、勝った人ですからね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。もういこうでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。ゆりこちゃん、本気。やった。急に来てウェルカムが自腹かつ全員分。かっこいい。Or the lack of a wink, or just because I love my life with you.